戦の最終試合になります。皆さん声出す準備はできてますか？全力で判定してあげてください。先攻大重攻ゴーカオス大粒ファイ。相手はカオス決めるかゴールだけども遠いまだまだドリブル決めていくことができるからキーパーキャプテン翼の地頭のようなまだまだヘディングシュート頭で仮面をぶん殴るマイクじゃなくて言葉をぶつける。あ、顔じゃねえ魂にぶつけていく。あららら魂とか言っちゃってるけどゴールって言っちゃってさ、さっきのライブに飲み込まれてるのはどっちの方かわかるかな。へスイングシュート決めてくまるで立花兄弟みたいな感じだけど今日の立花兄弟はクレオスとカオスで決まり、クレオスクレイが優勝したからライブができたの忘れんな。また2連覇なんて立てないわ声のバトルでちゃんとライブをかますそこで終了もう見飽きていけだったらライブ誰の見たくなる俺のライブ超刺激的になる。クレオスのおかげクレイのおかげそれが分かってるから俺が優勝して恩返しするラップで返すぜ俺はちゃんとやってくだせ。ラップの方はラップで返していくここラップを録音していくだけどもさ道のみをロクローム終了。どうでした、なんかまあ皆さんに聞いてゾンビが言ってたらカッコつけすぎだってそういうのも全部含めて判定していきましょう。先攻大樹がやばかったと思う人、後攻カオスがやばかったと思う人、先攻大樹が良かったと思う人、高校カオスが良かったと思う人、先攻大樹ですね、先攻大樹の勝利です。